トラックドライバーの残業が規制され、これまでの物量を運べなくなる2024年問題がありますが、連覇を目指す阪神タイガースにも2024年問題が押し寄せます。順調にいくと5人の選手が2024年シーズン中に FA 権を取得します。2025年にもタイガースの顔である一人の選手が FA 権を取得します。この選手たちは阪神を出る可能性があるのか、阪神に残留するのか検証していきます。一人目は大山雄介です。近年の活躍、昨年143試合すべて4番ファーストで出場し、阪神を日本一に導いた不動の4番です。6年連続2桁本塁打も記録しており、実績も申し分ありません。昨年はボール球をきっちり見逃し、打つべき球をきっちり捉えるという姿勢が強く見受けられました。フォアボール99個はリーグ最多で、8ギヒもリーグトップ。4番の重責を果たしました。最高出塁率のタイトルも獲得し、ゴールデングラブ賞とベストナインをダブル受賞しました。大山の内野ゴロでも全力疾走したり、野球に真摯に取り組む姿勢も素晴らしく、チームに与える影響は成績以上のものがあります。阪神としては何としても流出を阻止したいところでしょう。2023の契約更改について、1億5000万円増の2億8000万円でサイン。球団からは複数年契約を提示されましたが、単年契約を選択しました。FA 権を持った状態で契約をした方が良い条件を提示してもらいやすいため、単年だからといって FA 移籍を見据えているとは限りません。来年も単年で勝負させてもらうことにしました。 FA 権を取ったわけではないので、来年取得してから考えたいですし、今は来年連覇することしか考えていないと大山。球団からは打線を本当の意味で線にしてもらえたと称えられ、来年も続ける必要があると気を引き締めていました。 FA 権を行使するのか、大山が FA 移籍する確率は五分五分といったところです。阪神への思い入れは当然強いと思いますが、一人の野球人として他球団の評価を聞きたいという思いは必ずあるかと思います。複数年ではなく単年契約を選択したのは、自分への評価が知りたいからでしょうし、複数年契約をするにしても FA 権を取ってから複数年契約を結んだ方が良い条件を得られますから、当然といえば当然でしょう。近本浩二が優勝後のインタビューで、隣にいた大山の FA 移籍を匂わせる発言をし、一時期話題になりました。近本が冗談で言ったのかどうか定かではありませんが、どうなるか分かりませんね。大山を欲しいと言いそうな球団は、大山はファースト、サード、外野を守れる強打者なので、 FA を行使するとなればどこの球団も手を挙げるでしょう。パリーグではソフトバンク、楽天、日本ハムが補強ポイントに当てはまります。ファーストのオスナが来年に3年契約最終年を迎えるヤクルト、ファーストのレギュラーが固まっていない DeNA も動くかもしれません。そして気になるのは巨人です。巨人には岡本和真がいますが、岡本はメジャー球団の評価が高く、もしポスティングシステムでの岡本のメジャー移籍が実現すれば、後釜として大山獲得が選択肢になり得ます。阪神から大山という大きな戦力を奪えるのも大きいです。争奪戦になるのは間違いありません。2人目は坂本誠志郎です。去年以前は梅野龍太郎が主に正捕手として起用されていたので、坂本が起用される機会は多くはありませんでした。とはいえ、2022年の交流戦では好リードが評価され、青柳晃洋とともに月間最優秀バッテリー賞を獲得しています。そして2023年、坂本は今年の阪神の日本一に大きく貢献しました。夏に梅野が怪我で離脱して以降は、ほぼ全試合スタメンマスクをかぶっています。初となるゴールデングラブ賞も受賞しており、飛躍の1年になったことでしょう。
打撃でもここぞという場面で打つ勝負強さが光っており、攻守ともに素晴らしい捕手です。2023の契約更改について、去年から4200万円増の7000万円でサイン。しっかり評価していただいた、増額分は家族に恩返ししたいと話しました。成績以上に盤石な投手陣の女房役として日本一まで導いてくれたことを高く評価したのでしょう。もっと器の大きい選手になりたいと、連覇のかかる24年にさらなる飛躍を目指します。24年は梅野が復帰しますし、怪我なくいけば23年の後半のような坂本の酷使はなく、2人が投手陣を引っ張ってくれることでしょう。 FA 権を行使するのか、坂本が FA 移籍する可能性は低いでしょう。今の投手陣との信頼関係も確立されていますし、本人にとっても球団にとってもデメリットの方が大きいと思います。ただ梅野と坂本の後継者がなかなか育っておらず、中川など若手の出場機会を坂本より優先するなら話は変わってくるかもしれません。とはいえ、坂本は阪神の38年ぶりの日本一の功労者ですし、球団側もいい待遇はしてくれるはずです。引退後のセカンドライフも安泰ですし、生涯阪神を貫くと考えられます。欲しいと言いそうな球団は、坂本が FA 移籍する可能性は低いですが、獲得しそうな球団をご紹介します。ヤクルトが候補として挙げられます。ヤクルトは現在投手陣がかなり崩壊しており、チーム防御率も 3.66 で12球団最下位です。そのため投手陣の再建が急務なのは間違いありません。そしてその投手たちを引っ張ってくれる捕手の補強も必要です。ヤクルトの捕手事情は、正捕手として中村悠平がいますが、控え捕手の層が薄く、完全に中村に頼りきりの状況です。坂本は30歳で、33歳の中村より少し若く、守備面でも評価が高いため、第二捕手あるいは正捕手候補として欲しい選手と言えるでしょう。3人目は糸原健人です。糸原は2018年と2019年には143試合フル出場を果たし、2021年には125試合、2022年には132試合と実績十分な選手です。通算打率は2割7分2厘、出塁率は3割5分3厘と数字でも結果を出しています。2023年は代打がメインだったので、出場機会こそ激減しましたが、代打の切り札的存在としてチームを支えてきました。成績を見ると、打率2割3分9厘、0本塁打、5打点とパッとしませんが、劣勢ムードの中でのフォアボールや口火を切るヒットを放つなど、数字では表せない形でチームを幾度も救っていましたよね。糸原がベンチにいるだけで安心感が違いますし、阪神としてはずっと残っていてほしい選手の一人でしょう。2023の契約更改について、2023年の契約更改は1000万円ダウンの7000万円でサイン。個人としては正直悔しい思いもありましたし、その中でしっかり与えられた仕事を全うしようと思ったので、その中でチームが、僕自身は全然良くはなかったですけど、チームが優勝して日本一になれて報われたというか、すごくいい1年になりましたと糸原。前年の132試合から半減の69試合出場にとどまり、成績だけ見ればもっと年俸は落ちるかと思われましたが、やはりここぞという場面での活躍が評価されたのでしょう。FA 移籍するのか、出場機会を優先するなら間違いなく糸原は FA 移籍するでしょう。今年の阪神の内野陣は完全に固定されており、糸原がレギュラーとして入る隙はないに等しいです。レギュラーメンバーの故障や極度の不調がない限りは、2024年シーズンも2023年同様、代打での起用がメインになると考えられます。代打ではどんなに活躍しても出場試合数は限られますし、年俸も上がる見込みが少ないです。
打撃力を見れば糸原は十分レギュラーを張れる実力を持っているので、もし行使すれば取りに行く球団は多いと思います。欲しいと言いそうな球団はズバリ日本ハムが大きな候補になるでしょう。日本ハムは2023年を見ても内野手をほとんど固定できていません。特にセカンドはその傾向が強いです。一番出場数が多い加藤豪介で33試合と数字を見てもよくわかります。糸原は内野ならどこでも守れますし、セカンドは矢野監督時代によく守っていたので、日本ハムとしてはかなり欲しい選手になってくるでしょう。4人目は青柳晃洋です。青柳はプロ6年目の2021年に覚醒しました。初の2桁勝利を記録すると最多勝利と最高勝率のタイトルを獲得。2022年には開幕投手を務め、最終的に最多勝利、最優秀防御率、最高勝率の投手三冠を獲得。2年連続で最多勝と最高勝率を同時に獲得したのは山本由伸とともに NPB 史上初でした。2023年にも開幕投手を務めますが、前半から不調が続き、最終的に8勝、防御率 4.57 と成績を大きく落とすことになりました。とはいえ、日本シリーズ最終戦では4回3分の2を無失点に抑える好投を見せ、阪神の日本一に大きく貢献しました。今年は本調子ではなかったものの、過去2年の素晴らしい成績を見れば間違いなく手放したくない選手のはずです。2023の契約更改について、2023年の契約更改は3000万円ダウンの2億1000万円でサイン。青柳はいろんな経験ができた1年でしたが、僕自身期待に応えるような活躍ができなかったですし、1年間ずっと納得いくピッチングができなかったので悔しい1年と総括しました。2023年最終戦はいいピッチングができたので、その勢いを24年に生かしてほしいですね。 FA 権を行使するのか、青柳が FA 移籍する可能性は十分高いです。セリーグを代表する投手に成り上がり、昨年の年俸は2億4000万円に倍増しました。ただ同僚の西勇輝は阪神移籍後4年で36勝しかしていないのに、4年12億円の好条件で再契約しています。生え抜きとしては不満があるかもしれません。また一部の阪神ファンの誹謗中傷も有名です。ファンだからといって何でも選手に言っていいわけではないと苦言を呈していました。球団は十分に青柳の評価をする必要があるでしょう。青柳がもし FA を行使するならば、以上のことが理由になりそうです。欲しいと言いそうな球団は、ヤクルトが大きな候補になると考えられます。ヤクルトは投手力がかねてからの大きな課題になっており、青柳が入団すれば間違いなくエース格として使ってもらえるでしょう。それ以外にも大きな理由があります。もともと青柳本人も母親も兄も大のヤクルトファン。しかも高津慎吾監督も青柳と同タイプの投手です。もしもヤクルトが好条件でオファーを出せば移籍してしまいそうですね。5人目は原口文人です。原口はプロ7年目の2016年、金本監督の下で才能が開花しました。5月には月間 MVP も獲得しています。この年に打率2割9分9厘、11本塁打、46打点とキャリアハイの成績を残しています。2018年から代打としての起用が増え、57試合で打率4割4厘と代打での驚異的な勝負強さを見せています。この年に球団タイとなるシーズン代打安打23を記録。現在も右の代打の切り札としての出場がメインになっています。8月の巨人戦では代打糸原の代打として9回に高梨雄平からツーランホームランを放ち、存在感を示しました。2023の契約更改について、
2023年の契約更改は現状維持の3100万円でサイン。本当にリーグ優勝、日本一の輪の中に入れたのは野球人としていい経験になった。一つでも二つでもチームに貢献できたことは嬉しいけれど、もっと貢献することが今後の課題ですとコメント。チーム一丸となってキャリアハイじゃないですけど、そこを目指して頑張っていきたいと、来季は今季よりいい成績を残すことを誓いました。 FA 権を行使するのか。原口が FA 移籍する可能性は低いでしょう。31歳というベテランになりつつある年齢ですし、本人も今の起用法に不満はないようです。24年は自身が記録した代打での23安打を上回る24を目標にしており、意気込んでいます。先もそんなに長くはない。一年一年が勝負だし、打席にはこだわっていきたいと原口。23年は出場した試合すべてが代打、10安打、打率1割9分2厘にとどまりました。今年は個人的には全然だったので、来年はやり返したいと強い覚悟をにじませています。欲しいと言いそうな球団は、先ほど述べた通り、原口が FA 移籍する可能性は低いです。ただもちろんゼロではないので、どこが獲得しそうか考察していきます。日本ハムが一番の候補になってきそうです。2023年は伏見トライが88試合捕手として出場しましたが、伏見以外は固定されていません。使える捕手は 2,3 人はいた方がいいでしょうから、打てる捕手として原口を指名する可能性はあります。またファーストも野村勇輝がチーム最多の50試合に出場していますが、固定には至っていません。ファーストも捕手も両方できる原口は、日本ハムのニーズに合っていると思います。次は2025年オフに FA 権を取得する選手をご紹介します。阪神の顔になった近本浩二です。すでに阪神の歴代最強センターと言っても間違いないでしょう。入団1年目から盗塁王を獲得し、その後もプロ5年間で4度の盗塁王を獲得。2021年には最多安打を獲得し、球界屈指のヒットメーカーとして知られています。守備範囲も非常に広く、守備指標 UZR もセンターではリーグ1位の常連です。走攻守すべてが考慮された総合指標 WAR においても、2020年はリーグ1位、2023年はリーグ3位を記録しています。2023年の日本シリーズでは打率4割8分3厘で大活躍し、 MVP を獲得。今年度の阪神のリーグ優勝日本一に大きく貢献しました。2023の契約更改について、1億5000万円増の3億2000万円でサイン。6年目の3億円到達は球界9人目の最速タイ、外野手では史上初となっています。個人の成績について聞かれると、自分の強み、良さを理解した上でさらに向上していきたい思いを語りました。 FA 権を行使するのか。近本が FA 移籍する可能性はかなり低いと思います。契約更改の際に生涯阪神宣言とも取れる発言をしたからです。タイガースでずっと引っ張っていってくれって言われたので、はいって言いましたと発言。また阪神しか知らないので、小さい頃からだから、いいところも悪いところも見えていましたから、思うところはありますとチームへの愛着を感じさせるコメントもしています。このように現状は近本から FA 移籍の意思は感じられません。ただ近本は阪神の顔ですから、外部から獲得する選手のように好条件を提示することが必要でしょう。近本は阪神を思っていると考えられますが、誠意を持って交渉に当たることが大切でしょう。欲しいと言いそうな球団は、パリーグでは西武が補強ポイントに当てはまります。センターはペイトンや長谷川慎也、岸純一郎がいますが、レギュラーを張れる選手がいないのが現状です。セリーグでは DeNA、巨人が欲しがりそうです。どちらの球団もセンターを固定できていないので、近本はぜひ欲しいところでしょう。
センターは外野の核となるポジションなので、圧倒的な守備範囲を持つ近本はどの球団も欲しがりそうです。もし近本が FA 宣言したら、2018年オフに丸義弘が FA 宣言した際と同じくらいの大騒動になるでしょう。以上、阪神の2024年問題を検証してきましたが、いかがでしたでしょうか。阪神球団には大事な選手が流出することのないよう交渉してもらいたいですね。2024年問題についてご意見ご感想がある方はコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。